こんにちは、ふみです。本日はですね、昨日に引き続き大の大冒険ガチャなんですけども、昨日引き損ねたガチャが結構ありまして、クリア報酬とかですね。で、あとは、ツイッターのキャンペーンで、何万いいねいったら星7確定と開催記念の、コラボガチャを手に入れたので、それを引いていくという感じになります。あと石がね、今7個溜まってるので、これも1回分使っちゃおうかなと思ってます。なので、合計5回ですね、今日は引きます。いや、昨日のガチャはですね、大爆死ではないんですけど、の爆死からのバランみたいな感じでした。こんな感じですね。星8がバランでて、星7がミストバーンが2体。その他は星6で、一応ね、星6はコンプできたかな。なんかね、ワニがいっぱい出てますけど、ワニが4体、ラーハルトが3体、日村さん1体、ラボエラ1体、2体、泉が1体、ゾゾロキくんが1体という感じですか。これは配布ですね。はい。なので、星6出るなら、1体所持のやつを出てほしいし、で、星7が出るんだったら、もう、なんだっけ、ミストバーンは、周回勢だったら何体でも必要なのかもしれないけど、でもそれがいっぱい出るぐらいだったらさ、やっぱレオナとか、ハドラーとか。ハドラー結構ね、使われてるよね。ハドラー結構欲しいかもしれない。星7以上確定でミストバーンが出るのが一番怖い正直一番怖い。はい、そんな感じでやっていきましょう。さあ、5回ですね。じゃあ、まずメールの開催記念からいこうかな。はい。星7以上確定は最後に行きます。これは、ダンジョン報酬ですね。大の大冒険固定チームのクリア報酬。さあ、行きましょう。最近メールから紙引きしてないな。あんまりそもそもないな。メールから紙引きは、あんまり記憶に。覚えらね。でも行った3体目だ。3体目か。十字封印は悪くないけどね。もう一度開催記念。これも、大の大冒険チャレンジのクリア報酬ですね。クリア報酬でこんなに引かせてくれるの優しくない？よし。心を燃やせ。メールから大勝利。見えるから大勝利、見えるから大勝利、見えるから大勝利。あー、出た、ネズミくん。でもネズミくんは2体目なんで、武器にしましょう。もう大丈夫。でもスキム武器なんだね。意外となんか、使えそうっちゃ使えそう。じゃあ、1個飛ばして、こっちの、あれ。はい、じゃあ開催記念ね。これは Twitter キャンペーンの方です。ありがとうございます。みんな早かったね、達成が。いつも通りですけど。さあ、メールから大勝利を希望したい。出ないねー、嬉しい。木村さん2体目ね。2体目だからいいか。全然クロコダインが出るよりはマシよ。で、これもスキム武器ね。ダメージ無効化だし、使えないことはなさそうだね、全然。じゃあ一旦星7以上確定は置いといて、石を使って1回だけ引けるので、こちら引いていきたいと思います。メールでね、出ることはなかなかないので、ちょっとこちらに期待したい。昨日のね、しげさんとやったワンセット対決では一発目でかなり紙抜きをしたので、自分の端末でそれをやりたいよ。自分の端末でやろうよ。人の端末でやっても意味ないって。トドロキくん、トドロキくん。でもトドロキくんは3形態あるから、マシな方かな。この超究極、超
高究極じゃない、究極か、究極の方は普通に使えそうだけどな、どっかで。まあいいでしょう、クロコダインじゃなくてよかったです。いや、ひどいね、よ、ひどいねとか言って、メールだからしょうがないけどね。星6しか出ませんでした。では最後の頼み綱、星7確定、大の大冒険ガチャに行きたいと思います。先ほども言った通り、星8はバラン出てるんですけど、まあ2体目でも、まあ、武器ができるから、まあ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 って感じなんですけど、まあ、なるべく被んないでほしいですね。で、星7はミストバーンが2体出てるので、ミストバーン以外だったらもう大丈夫で、まあ、レオナ・ハドラーあたりはちょっと特に欲しいなっていう感じはしてます。本当にミストバーンは大丈夫、ミストバーンはやめて、これフラグとかじゃないから、これフラグとかじゃないから、怖い、怖いよ。いきます。あー危ない、あー危ない。ポップね、ポップさんはどうやって使えますか。火属性の、究極は多色なんだね。あ、そう、スキブ6になれんだ、それはなんか強そうだね。一旦の間、毒性吸収有効の自分の攻撃力パターンの人か。で、ベースは普通に、火力覚醒がまあまあある。で、お邪魔耐性もある。落ちないドロップ全回復。あー！ダメージ軽減、操作時間 1.5 倍が4ターンで打てる。まあ、弱くはない。弱くはないけど、今んとこそのハマるパーティーがあるかと言われたら難しそうだね。アシストが、毒3のチーム HP 強化2。まあでもダメージ激減だからどっかで使えそうだね。どこかはわからないけど。ポップだったか。いや、ハドラーかヒュンケルが出てたら結構私のあのバランのパーティーが変わってきてたと思うので今考えてるんですけど。いやー、まあちょっと欲しかった気持ちはあるけど仕方ないね。ということで今回はここのザボエラから、ザボエラ、ネズミ、日村さん、とどろきくん、ポップですね。まあでも9月13日までやってるんで、まだ石はね、若干溜まると思うので、それを使ってまあ何回か引きたいなとは思ってます。で、あとはもう引けなかったら、ちょっと星8に関しては交換も目処に入れつつ、ダイかアバン先生はちょっと考えておこうかなと思います。ということで、本日は以上です。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、さよなら。